立憲民主党はかつて存在したロシアの自由主義政党。ロシア帝国末期の国会において有力政党として主事の改革を要求し2月革命後の臨時政府では政権を担った。略称はカデットであり、これは頭文字を取ったものである。また人民自由党とも称した。教授の党とも呼ばれたように大学教授や弁護士、 貴族などを中心とした知識人の政党だった。1905年の第一次ロシア革命に際して歴史学者パーベルミリコーフを指導者として設立された。その基本的な目標は議会政治と立憲君主制の実現であった。1906年にロシア帝国初となる国会選挙が行われると多数の議席を獲得し、カデットは 第一党となっている。その後、政府から弾圧されて、勢力も交代し、党内では主流派と同票派が対立した。しかし、第四国会の超党派連合、進歩ブロックにおいては主導権を握ることに成功し、定性政,政府に対する批判的姿勢を強めた。1917年の2月革命後には、第一次臨時政府の中心となっている。 第一次臨時政府の崩壊後は、社会主義政党との連立政権を作ったが、この政府は絶えず、危機にさらされた。そして、最終的に10月革命によってカデットは、政権与党としての立場を失った。その後、ボリシェビキ政権に弾圧され、ロシア内戦では、白軍側に立って対抗するも、党幹部たちは、西欧への亡命を余儀なくされた。そして、 最終的に党の路線をめぐって分立し、1921年に回答した。超階級的な立場を標榜した、この党は労働者の権利保障、女性参政権の実現、ユダヤ人差別の廃止など、当時のロシアにおいてはかなり先進的な内容の政策を掲げていた。体制に対して、非打的な政党だったとも逆に、反革命的な政党だったとも評されるが、 いずれにせよ、カデットの構想は、当時のロシアの現実に適さない面があったと考えられている。なお、特に断りがない限り、以下の記述の日付はすべてユリウスきによる。当主、パーベル・ミリコーフロシア帝国末期になると、皇帝先生体制の下で急激な経済成長が進められる一方で、経済成長によって生じた問題への不満から、大衆運動が活発化した。 こうした中、地主貴族を含む地方議員や中産階級の専門職層からなる自由主義知識人たちの政治的結集が進む。1903年7月に政治団体解放同盟が結成されると、パーベルミリコーフラ自由主義知識人はこの団体の元で憲法制定や皇帝先生だとを訴える政治運動を行った。 1905年に第一次ロシア革命が起き、皇帝ニコライ2世は国家ドゥーマを設置することを同年2月18日の直所において約束した。これを受けて、ロシアの自由主義勢力の間では将来の国会開設に備えて政党の結成の動きが加速化する。しかし、国会が立法権を持たない単なる諮問機関となることが明らかになると、 自由主義勢力の多数がこれに反発した。専門職業化同盟も国会選挙のボイコットを決定した。しかし、ミルコーフは専門職業化同盟の議長であったが、国会を政治闘争の手段として利用できると考えて選挙ボイコットに反対し、専門職業化同盟を脱退して、独自に政党結成を模索することとなった。また立憲派の地方議員を中心とする。 ゼムストボ、市会議員大会も国会の内部からの民主化を目指し、選挙に参加することを決めた。こうして、ミリコーフを事実上の指導者として、解放同盟とゼムストボ立憲派同盟が統合し、立憲民主党が結成された。そして、同年10月12日から18日にかけて、決闘大会が行われた。この大会の最中の10月17日、 国会の立法権などを認める10月証書が発布されている。しかし、ケレンスキーの改装によれば、カデットは、この10月証書を不十分なものだとして拒絶しており、ミリコーフも何も変わっていない。戦いは続くと演説した。こうした求心的な自由主義者で形成されたカデットに、対し、より恩恵的な自由主義者は、政党、10月17日同盟を結成した。 カデットのポストカード同年12月までは政治活動の明確な方針は定まらなかったが、翌年の1906年1月の第二回党大会でミリコーフが我が党は優れて議会政党であると演説し、綱領には立憲君主制、議会制を掲げることとなった。この大会において党中央委員会のメンバーが確定しており、この当時の党の主な指導者には、 ミリコーフをはじめ、ストルーベ、コリューバキン、ロジチフ、ゲスセン、ペトルンケビチといった人物がいた。党員数は10万人を数えたという。同年に行われた第一国会の選挙は、労働者にも選挙権を与えていたものの、土地所有者の1票が都市民2票、農民15票、労働者45票に相当するという、極めて不平等な選挙制度であった。そして、ボリシェビキ、 メンシェビキ、社会革命党といった社会主義政党は選挙をボイコットした。一方で小規模な土地所有者が選挙に強い影響力を有しており、都市中間層もカデットについた。こうした条件下でカデットは圧勝し、約150から180議席程度を得て第一党となった。国会議長もカデット出身の法学者、セルゲイ・ムーロムテフとなっている。一方で、 第一国会開催を目前にして、同年4月21日から25日にかけて、第3回党大会が開かれた。大会では、訂正政,政府の発表した憲法草案は、全く不十分であると非難する決議がなされ、また、国会に提出するための土地問題法案、42、人法案が計画された。さらに、 地方党員はより求心的な活動方針を取るべきだと訴え、ミリコーフラ中央委員会を激しく批判したが、これについては、あくまで広報的な議会闘争を行うという方針が採用された。第一国会が開かれると、各種の自由権や法の下の平等などを求める法案を提出したが、かなり穏健な内容であったにもかかわらず、これは廃案となった。また、 恩恵な農民派政党、トルドビキらと共に土地問題の審議を望み、私有地を一部、優勝ながらも強制収容すべきとする42、民法案を提出した。一方で、トルドビキは全土地の収容を求めた。このような国会の動きに対して、帝政政府は強硬に反対したため、国会と政府の間には、鋭い対立が生じた。やがて、こうした、 状況下において、訂正内には、カデットと妥協して、首相をムーロムツェフ、外相ミリコーフからなる内閣を作るという構想が持ち上がった。内相ピョートル・ストルイピンらは、国会の強制解散による混乱を恐れており、カデットも議員内閣制を目標としていたから、当初、両者の交渉は順調に進んだ。しかし、トルドビキとの提携の是非や、 土地の強制収容といった問題で合意に至らず、交渉は決裂する。そして、7月9日に、ついに国会は強制的に解散させられた。第1国会解散と同日に、カデットの党中央委員会が開かれ、ペトルンケビチが国会解散への抗議として、納税、徴兵の拒否を宣言することを提案した。カデットの呼びかけにより、 カデット、トルドビキなどの178名の議員がフィンランドのビボルグに集まり政府を批判するビボルグの劇を発した。これは国会の最召集まで税を納めず徴兵にも応じないという運動を行うことを訴えた文書だった。しかしこの運動は成果を上げることができなかったばかりか政府の反撃を受けおよそ120人のカデット党員の国会選挙への 参加資格が剥奪されるという結果に終わった。ヒョードル・ココシキニや、ウラジーミル・ナボコフといった、党所属の国会議員も、選挙参加資格を奪われた上、投獄されている。党は動揺し、党内左派が、より急進的な非合法政党として分離し、党内右派が、オクチャブリストに合流しようとしていると取り沙汰され、回答の危機に見舞われた。回答は、免れたものの、結局、 カデットは同年9月の党大会でこの文書の路線を現実的でないとして放棄した。ミリコーフと対立した同票派のカデット幹部、ストルユーベ1907年1月から国会選挙が再び行われ、この選挙においてカデットは社会革命党、免シェ引き、人民社会党との間で選挙協力を行おうとした。しかしカデットは自らが 指導的な立場となることを主張したため反発を招き、この交渉は失敗に終わったという。結局、社会革命等などの選挙参加の影響を受け、カデットは勢力を後退させ98議席を得るに終わる。同年2月20日に開かれた第二国会において、カデットはより恩恵な土地法案を提出したが、その一方で政府に責任内閣制を要求した。しかし、 この国会が思い通りにならないと見た首相ストルイピンはこれを6月3日には解散させた。11月1日に第3国会が開かれた時、カデットはさらに勢力を交代させ、53議席を L に止まった。この第3国会の選挙は政府に有利になるように、改正された選挙法の下で行われており、政府に協力的なオクチャブリストが第一党となった。 第三国会においてストルイピンは農業改革法案を審議にかけ、カデットはそれに異応は反対したものの自身の土地法案においても明確な異を打ち出すことはできなかった。その背景には土地の強制収容に否定的な声が党内にも多くなったという事情があったという。そのため農民運動において指導的立場を社会主義政党に奪われることとなった。また、 1908年1月時点で、党員数は3万人以下へと激減していた。政治的影響力を低下させたカデットの党内では、ストルーベ派とミルコーフ派による抗争が起きた。ストルーベ派は、ストルイピンの改革に肯定的であり、より保守的な路線を取ろうとした。彼らは、土地の強制収容にも反対していた。一方、ミルコーフ派は、 新たな革命運動の主導権を握ろうとする立場を取ったという。その結果、1909年11月になると、カデットは平行運動戦術という新たな方針を採用した。これは、オクチャーブリストの助けを借りながら、国会内において政府との交渉を継続する一方、メンシェビキの指導する労働運動とも手を組もうとするものであった。 党内両派の対立の理論的な側面は論集、投票に関する論争に現れた。当時のほぼ全てのロシア知識人が読んだと言われる、投票は、ストルーベ派のカデット党員たちが執筆した、論集だった。この、投票は、宗教や道徳といった古い価値観の意義を強調し、これまでのロシア知識人のあり方を否定する内容の、ものであった。ミルコーフは、 この論集を反動的なものだとして強く批判したという。別の党中央委員シャホフ,フス行為も同様に同票を批判した。同票に批判的なカデット帰還し、レーチミと同票派の日還し、週刊誌との間でも論争が繰り広げられたが、やがて後者は論争に敗れて次々と廃刊に追い込まれていき、同票派はその影響力を失っていった。カデットの幹部の一人、 シンガリフ1912年の第4国会選挙ではオクチャブリストが議席を減らし、右翼勢力や進歩党などが躍進したため、政局が不安定化した。こうした中、党首、ミリコーフは、党内の多数の支持を得て、政府に対してより求心的な要求を行うことを決めた。同年11月15日に開かれた国会において、カデットは普通選挙権や出版、結社、 人身の自由を定めた法案を提出した。さらに翌年の1913年1月末には民主化の実現まで権力に対して和解し難い反対派となるべきであるというミルコーフの演説が行われている。この頃、カデ党派の指導者、バシーリー・マクラコフは、サハオクチャブリスとシンポトーとの連携によって国会内に シンポブロックという大勢力を形成することを模索した。この構想は1913年時点では実現しなかった。また、1914年の第一次世界大戦の開戦とともに、カデットは国内政治よりも戦争を優先する立場をとって政府批判を緩め、また、停戦政,政府による動員体制の構築に協力している。ところが、 政府はますます国会を軽視するようになり、これに対する反発から国会内では再び自由主義勢力の結集が進んだ。そして、1915年8月25日にカデット・オクチャブリスとその他の諸勢力からなる進歩ブロックが実現した。これには全国会議員422人中325人の議員が参加したという。このンポブロックにおいては、 国茶ブリストの分裂の影響で、カデットが主導権を握ることに成功した。進歩ブロックの実質的な指導者もカデットの党首、ミリコ付フとなった。進歩ブロックは政府に国会との協調を求め、国民の信任を得られる内閣の実現を要請した。しかし、訂正政,政府は国会の無期限定会をもって、これに応えた。党内の左派は進歩ブロックからの脱退と、 左翼政党との提携を主張したが、これは少数意見にとどまった。カデットは進歩ブロックに止まったまま、政府が国会を再開するのを待った。しかし、マンデリュシタムやオブニンスキーラ・モスクワの党グループ左派は、ミリコーフに対して待機戦術を放棄し、より急進的な闘争を選ぶように強く迫った。1916年2月18日から21日にかけて、 第六回党大会が開かれた。国内では第一次世界大戦におけるロシアの敗戦や皇帝の不合理な統治の継続などの問題が生じており、党大会では左派と右派がさらに激しく争った。ミリコーフラ党の主流派は政変が戦争に悪影響を及ぼすことを懸念し、政府との全面対決には消極的であった。その一方で、 党幹部のアンドレー・シンガ両フが国民の気分は近い将来を考えるのが怖いくらいのものである。国民の苦悩と沸満は限界に来ている。我々は極左派と完全に有利するところまで行くべきではないと演説した。この演説の結果、左翼政党との連携も視野に入れつつ政府との闘争を続けるという方針が決議される。その後、カデットは 政府との対決姿勢を強め、同年11月に開かれた国会において、ついにミリコーフは、いわゆる爆弾演説を行い、政府を公然と批判した。この演説において、ミリコーフは、ボリス・チュルメル首相や改装ラスプーチンらを、ドイツの手先だとして激しく非難した。そして、政府の数々の失策について、これは愚かさか、または裏切りか と他の議員たちに問いかけたという。議員たちは、愚行だ。裏切りだ。その両方だ。と応じた。演説の内容は全ロシアに広まり、反政府運動の活発化に大きな役割を果たしたとされる。第一次臨時政府の閣僚たち。最上段左の外相、ミリコーフをはじめ5人の閣僚がカデット所属であった。 翌年の1917年に2月革命が起きると13名の国会議員から構成される国会臨時委員会が組織され国家権力を掌握した。この臨時委員会にはカデットからはミルコーフと国会副議長ニコライ・ネクラーソフが参加した。臨時委員会において君主制を維持するべきかどうかという議論が生じると党内左派に位置するネクラーソフは 君主制の放棄を支持する一方、ミリコーフは君主制の維持を訴えた。そのため、両者の間で対立が生じたが、最終的に皇帝候補のミハイル大公自身が定位を拒絶した。その後に成立した第一次臨時政府では、外省にミリコーフ、運輸省にネクラーソフ、農省にシンガリョフが就任するなど5つの閣僚ポストを得ており、 この政府はカデットを中心としていた。一方、社会革命党やメンシェビキといった社会主義政党は、ペトログラードソビエトを通して労働者、兵士を掌握し、臨時政府を外部から監督するという立場を取った。3月に行われた第7回党大会では、党の綱領を立憲君主制から民主共和制に変更することが決定された。その一方で、 党の幹部、国資金が、我々はいつも市民的権利と国民の平等の原則の不可侵を擁護してきたし、今後も変わらず擁護するだろうと演説し、自由と平等の擁護、国民主権の原則、社会的構成の実現といった党の目標は、不変であることを確認した。また、同大会では、国資金の報告に基づいて、 現在の臨時政府はあくまで暫定政権に過ぎず、できる限り早い時期に憲法制定会議を招集して新たな国家体制を決定するべきだという原則が決議された。しかし、4月、ミリコーフが外相として戦争継続を約束する外交文書ミリコーフ通帳を作成すると、これがペトログラードソビエトの反発を招き、 さらに兵士たちの抗議デモを引き起こす事態となった。カデットの中央委員会も対抗して、ミリコーフ信任及び臨時政府万歳と主張するデモを組織したものの、結局この政府危機、4月危機によってミリコーフは辞任を余儀なくされた。カデット左派の政治家、ネクラーソフ同年5月5日に新たに社会主義者たちが入閣することで、第一次連立政府が成立する。 この連立政府において、ミリコーフ及び官房長ナボコフを除いて、カデットの大臣は留任することとなった。一方で、同月に開かれた第八回党大会においては、社会主義政党との連立政権に否定的なミリコーフら多数派に対し、連立に積極的な少数派のネクラー・アソフが批判を展開するという一幕があった。戦争政策、土地問題。 民族自治といった問題についても意見の一致を見ず、党内には分裂の兆しが見られた。7月になると、ウクライナで自治を求めていた組織、ウクライナ中央ラーダに対し、臨時政府から派遣されたミハイル・テレシチェンコらが、独断で自治を認めてしまうという問題が生じた。ウクライナの民族自治に反対する立場のカデットはこれに反発し、カデット所属の閣僚らは辞任した。 ネクラーソフは例外であり、ついにカデットを離党して、閣僚の地位に止まった。その後に成立した、社会革命党のアレクサンドル・ケレンスキーを首相とする、第二次連立内閣では、主導権を握ることはなかったものの、カデットからここ資金ら4人が入閣した。ケレンスキーは、カデットの協力を求めるために大幅に譲歩しなければ、ならなかったという。とはいえ、 ミリコーフがケレンスキーを疑いなく、全ロシアがそのおかげを被っているような人と、表したように、カデットは新ロシアの指導者として、ケレンスキーに大きな期待を寄せていた。しかし、カデットと政府内の社会主義者との溝は深まっていった。さらに、同年7月23日から28日にかけて行われた第9回党大会では、 カデットの支持率はボリシェビキを下回り、予定される憲法を制定会議選挙で苦戦するだろうという報告が行われた。この大会において、ミルコーフは、社会主義革命がロシアに破滅をもたらすと主張し、ロシアをこのような破滅から救うために、あらゆる法都が許されるだろうと言ったという。第一次世界大戦における、ロシアの敗戦も覆らず、階級間の対立も激しくなった。 ケレンスキーに対する期待は失われ、カデットの中央委員会では、臨時の措置として、独裁官を設置する必要性が公然と議論された。こうしてカデットは、軍事独裁による強力な政権の樹立を施行するようになった。そして、軍の最高総司令官、ラーブル・コルニーロフがクーデターを実行すると、カデットは、コルニーロフを支持する立場に回り、カデットの閣僚たちは辞任した。 そのため、クーデターが失敗に終わるとカデットは大きな打撃を受ける。クーデターを支持したミルコーフやココシキンは、クリミアでの禁止を余儀なくされ、代わってナボコフが党を代表するようになった。社会主義勢力はカデットからの再度の入閣には否定的であった。しかし、この頃には、有酸素全体を支持基盤とするようになっていたカデットを外しては、社会主義勢力は、 有酸素との連携を保つことは難しくなっていた。結局、社会主義政党の大臣の一部もカデットとの連立をやむを得ないと考えるようになり、社会主義勢力はナボコフの主導するカデットとの妥協を余儀なくされた。その結果、第三次連立政府においても副首相、アレクサンドル・コノバー・ロフラがカデットから入閣することとなった。 首相代行を務めた、このバーロフ同年10月14日から16日にかけて第10回党大会が開かれた。カデットの最後の党大会となった、この大会は、翌月に行われる予定の憲法制定会議選挙の準備を目的とした、ものであった。しかし、臨時政府の政策が不調であることや、党のコルニーロフ反乱への加担などにより、カデットは、 社会的な信頼を失っており、党大会は、険悪な雰囲気の下で行われた。党指導部と、中堅若手層の対立や党中央と、地方支部の関係悪化などにより、党の組織力は低下し、憲法制定会議選挙の候補も、定員の10分の1未満しか擁立できる見込みはなく、選挙での勝利は、絶望的となっていた。こうした中、ボリシェィキが、武装放棄すると、 逃亡したケレンスキーに代わって、このバーロフが首相代行となり、東急に立てこもったが、あえなく逮捕された。ボリシェビキ政権が誕生し、カデットは政権与党としての立場を失った。11月に行われた憲法制定会議選挙では、ボリシェビキを暴力の行使者、権力の横奪者、殺人者、暴力により、権力を握り、 ロシア人民の名で語ろうとするものであるとして非難する選挙運動を行った。しかし、カデットは5%程度の得票率に止まっている。とはいえ、都市部では根強い支持があり、ペトログラードやモスクワでは3割前後の票を得て第2位となっていた。また、新聞の指示なども受け依然として一定の組織力、資金力を有していた。こうした状況下において、 ボリシェビキはカデットを警戒し、すでに同月4日時点で、全ロシア中央執行委員会において、ボリシェビキの指導者、ウラジービル・レーニンはカデットを、反ソビエト勢力とみなし、その政治活動を禁止すべきだという演説をしていた。同月28日、カデットの指導者たちの一部が、人民の敵の党の指導者として逮捕され、ココシキンとシンガリョフは殺害された。 憲法制定会議は強制的に解散させられ、さらに1918年から1919 19年にかけてペトログラードやモスクワで多くのカデットの党員が逮捕された上、党中央委員かつ元モスクワ副市長のシチェプキンらが銃殺されている。党幹部、ナボコフ。ロリータで知られる作家、ナボコフの父でもある。10月革命後のロシア内戦では、 カデット党員は白軍へと参加し、ボリシェビキに激しく抵抗した。白軍のデトフ将軍に資金援助をした人物がカデットの中央委員であったように、カデットは各地の反ソビエト勢力の支援者として重要な役割を果たした。シベリアのオムスクでもカデット党東方支部長の法学者、ニコライ・ウストリア・ロフがアレクサンドル・コルチャーク将軍の軍事独裁の 正当化に協力し、反ボリシェビキ運動を行っている。ただし、後に、ウストリアーロフは、カデットの一部の仲間と共に、いわゆる、同票転換派を形成し、ロシアの国益を優先するという観点から、ソビエト政権容認の立場へと転じた。当主、ミルコーフは10月革命直後に、ペトログラードを脱出し、将軍ミハイル・アレクセイフの指揮下の白軍に加わった。 その後、1918年5月に、ドイツ軍の支配下のキエフに移った。キエフには、カデットの総委員会が設置されており、総委員会は親ドイツのスコロパードシク政権に閣僚を派遣していた。こうした中、ミリコーフはこれまでの連合国寄りの立場を捨て、ドイツ軍の力を借りて、ミハイル大公を皇帝とする立憲君主制の構築を目指すこととした。しかし、 ドイツ軍との提携構想は、白軍や党内からの反発を招き、ドイツ軍の敗北やボリシェビキによるミハイル大公の処刑のため、この計画は実現していない。ミリーコーフはこの路線を撤回し、同年10月に北カフカスにある白軍の拠点、エカテリノダールへと向かった。ここでは、カデットの地方党大会も開かれた。そして、カデットは、 同地の南ロシア軍のデニーキン将軍による軍事独裁の下でボリシェビキへの反撃を目指すこととなった。ミリコーフやナボコフといった東欧幹部は同地の白軍政府の閣僚になる予定であり、カデット党員は連合国との外交も担当したという。しかし、デニーキンは赤軍に敗れた上、ウランゲリに軍の指揮権を引き渡してしまった。白軍の敗北とともに、東幹部たちは、 亡命を余儀なくされ、党中央委員は、パリ、イスタンブール、ロンドンなど世界各地に分散した。こうした中、白軍の新たな指導者ウランゲリの評価をめぐって、党内では対立が生じた。ストルーベは、ウランゲリの軍に協力し、連合国との交渉などを担当していた。イスタンブールに亡命した党グループなども、ウランゲリを支持して、武力反抗を目指していた。 その一方で、ミリコーフラのパリに亡命した党グループは、ウランゲリを反動的な人物であるとみなして、批判したという。そこで、ミリコーフラは、社会革命党との連携を核とする左派的な新戦術を提唱した。しかし、この新戦術は、党内の他グループから激しい反発を招いた。ミリコーフの狙いは、社会革命党の力を借りて、 ロシア国内で農民を放棄させて、ボリシェビキを打倒するというものだったという。一方、ナボコフラはこの戦術を全く非現実的なものだとして批判した。1921年になると、ミリコーフラが亡命地で発行したロシア語新聞、最新ニュースと、ナボコフラのロシア語新聞、火事が激しい論争を展開したが、この論争を通してミリコーフは孤立を深めていった。 同年7月、ミリコーフが新たに新戦術パリグループを結成したため、カデットは回答した。左から右へ、ヒョードル・ココシキン、マクシム・ビナベル、ウラジー・ミル・ナボコフ、セルゲイ・ムーロムゼフ、イワン・ペトルン・ケビチ。いずれもカデットの党員。1907年12月。1905年10月の決闘大会から、 最後となった1917年10月第10回党大会まで10回の党大会が開かれている。そのうち第7回から第10回までの4度の党大会はロシア革命の最中の1917年に行われた。党には中央委員会があり、1906年1月の第2回党大会では26名の中央委員が選出され、1917年3月の 第7回党大会では70名の中央委員が選出されている。地方の党支部は1906年1月の段階で29県に存在した。党員に対する義務はほとんどなく、党費も極めて少額であり、党組織は緩やかな政治クラブ的なものであったという。また、党内民主主義が確立しており、議論の自由が保障されていたが、 党内の左派と右派の対立が激しかった。カデットは雑誌として法、人民の法、取引書法地といったものを発行している。さらに、党の機関紙にあたるものとして言論が存在し、これはミリ幸フと月仙を編集長としていた。カデットは知識専門職層と地主貴族を主な支持層としていた。また、多くの党員が、 地方議会であるゼムストボの議員経験者であった。もっとも、カデットは決闘当初から自らを、超階級、全国民的な党であると主張し、前述したような機関紙などを用いて労働者や農民、商工業者も取り込もうとしていた。党内には、特に大学教授や弁護士が突出して多く、第2回党大会で選ばれた26名の党、中央委員のうち18名の委員が、 大学教授内し弁護士であった。党幹部の知的水準は非常に高かったとされ、例えば、党首、ミリコーフはモスクワ大学のロシア市の講師であったし、党の中心的人物の一人ココシキンはハイデルベルクやパリなどに留学したことのある学者であった。その他、党中央委員にはセルゲイ・オルデンブルクやウラジーミル・ベルナツキーといった著名な学者が加わっていた。 党員数は1906年1月時点で10万人であり、1908年1月時点で3万人以下、さらに1917年時点では5万人となっている。また、稲子によって各国会等のカデットの議席数を示す。決闘大会でミルコーフが規定したカデットの立場は、ロシアインテリゲンツ屋の伝統的気分に相応した思想的、超階級的運動というものであった。 当初の投稿料は、全身組織の解放同盟が作成した解放同盟憲法の内容を部分的に引き継いでいた。翌年の第二回党大会において、投稿料は改定が加えられ、この綱領には、市民の基本的諸権利の保障、ユダヤ人などに対する差別の廃止、地方自治の拡大、司法権の独立の確立、累進課税制度の導入、 無償の義務教育の実現といった諸政策が掲げられている。さらに、1917年の第7回第8回党大会において、投稿量は大幅に修正され、自由権だけでなく社会権の保障も掲げた極めて先進的な内容となったとされる。党の理論家ここ資金。10月革命後に殺害されている。 1905年10月の決闘大会の時点では、党内には国政として共和制を推す声もあり、どのような国政を取るべきかについて明確な方針は定まっていなかった。翌年1月の第二回党大会では、君主制が未だ民衆の間でも広く支持されているという考えから、ロシアは立憲的かつ議会的な君主制になるべきだと投稿領に明記された。 2月革命によって、ロマノフ長が崩壊すると、カデットは、党の中央委員や、元国会議員を集めて、今後の国政について検討したが、この段階ではすでに君主制を取るべきだと主張する人物は皆無であった。第7回党大会において、正式に立憲君主制ではなく、民主共和制を掲げることが決められた。そして、社会主義政党と異なり、 カデットはかなり詳細に国政の具体的な内容について検討している。第7回答大会において、ここ資金はフランス第三共和制を参考にしつつ、議会が弱い権限を持つ大統領を選出するという、間接大統領制を取るべきだという報告を行った。これを受けて、議会によって選出された。 共和国大統領が内閣を通して執行権力を行使するという統治形態をオカデットは投稿料に採用した。この背景にはロシアにおいて強い権限を持つ大統領を国民が選出するアメリカ型の大統領制を採用した場合、ナポレオン三世のようなデマゴーグが出現しかねないという懸念があったという。ロシア帝国では地主制のもと 高い釈地療と地主直営地における低報酬に農民層は苦しんでいた。そうした状況のもと、1890年代以後、農民層の間では現状を打破しようとする動きがあった。第一国会ではこの土地問題が最大の論点となり、上述した通りカデットも土地問題の解決を図る42人法案を国会に提出している。この法案は、 地主所有地の一部を優勝で強制収容し、農民に再配分するというものであった。トルドビキも、全土地の優勝強制収容、勤労基準による農民への配分を格とするより、急進的な102人法案を提出しており、この問題での意見の相違によって、カデットとトルドビキの間で対立が生じることとなった。その一方で、カデットには地主貴族もいたため、 こうした土地の再配分の構想に対して党内には反対する声もあったという。第二国会においてもこの法案を修正したものをカデットは提出しているが、その要求する内容は以前のものと比べかなり限定的なものとなっていた。土地の強制収容による再配分は内容に含められていたものの、収容の対象となる範囲はかなり狭められていた。 第3国会ではさらに意見を交代させ、強制収容は、農民層の支持を受けるためだけの名目的なスローガンに止まったとされている。ダーダネルスとボスポラス海峡を。党首、ミルコーフは両海峡の確保を主張し、さらには全ポーランドの併合やイスタンブールダッシュを起とした。外交政策の分野では、1908年以後、党内でシンガリオフラのグループとミルコーフラのグループの 間で長期にわたるる論争が生じている前者のグループは反政府的立場を明確にするために政府とスタンスの近い外交政策を投稿料から削除することを主張した。後者のグループは非党派的見知に立って積極的に外交政策を打ち出すことを望んだ。最終的にミリコーフラの主張が通りカデットは反独親営などの諸政策を国会 新聞で訴えることとなった。カデットが親衛的な立場を取った背景には、イギリス政府が同盟国ロシアにおける立憲制の確立を望んでいたという事情があった。カデットはイギリス政府の力を借りることで、立憲的改革に向けての訂正政,政府との交渉を有利に進められると考えていたという。第一次世界大戦については、西欧型の自由主義、 民主主義を支持するという立場から連合国側に立って戦いを継続するという姿勢をとった。レフトロツキーはカデットが戦闘的愛国主義の合唱でリーダーを務めたと表している。実際に第一次世界大戦が起きるとカデットは政府の支持を表明したし、当主ミリコーフは戦争の完遂を訴えた。カデットはイギリスを模範として 帝政政府による総力戦体制を支えた。さらに、ミリコーフは、臨時政府の外相となった後も第一次世界大戦の継続を主張している。それだけでなく、第七回党大会においても、第一次世界大戦は単に皇帝が始めた戦いなのではなく、人類の自由と諸民族の権利のための戦いなのだと、主張するロジチェフによる報告が行われ、熱狂的に迎えられた。 こうしたカデットによる戦争継続の訴えの背景にはダーダネルス海峡の確保といった帝国主義的な意図があったとされる。カデット党員の多くは戦争によるロシアの領土拡張と経済的地位向上を求めた。他方でカデットには歴史学者アレクサンドル・キゼベッテルなどのように戦争後に高級平和を実現するという理想主義的な目標を掲げる者も,もいた。 いずれにせよ、このようなカデットによる戦争政策は行き詰まり、西欧流の近代化を目指して、総力戦を支持、遂行したために、かえってカデットの目標を否定する、ボリシェビキ政権の成立を招くこととなったとされる。カザフ人のカデット党員、アリハンボ・ボケイフン1905年の第一次、ロシア革命の結果、ポーランド人、フィンランド人、 ユダヤ人などのロシア帝国内のヒロシア民族は、帝政政府の支配に反発するようになった。これに対し、帝政政府は諸民族に対する抑圧を強めた。こうした中、カデットは一貫して、ロシアの少数民族に完全な市民権を与える立場をとっており、ユダヤ人解放運動や、ボルガドイツ人を支援していた。この党は、ユダヤ人から強い支持を受けている。そして、 そうした少数民族の中から、かなりの数が、カデットの活動的な党員となっていた。例えば、1918年に、クリミア地方政府を組織したカデット幹部、ソロモン・クルイムとマクシム・ビナベルはいずれも、ユダヤ人であった。カザフ人知識人のアリハンボ・ボケイハンも1905年に、カデットのカザフ支部設立を試みており、また1917年5月以降は、 カデットの中央委員ともなっていた。ただし、少数民族による自治の要求については、ポーランドフィンランドのみに対して認め、それ以外は単なる地方自治体とする立場を取っていた。カデットのここ資金は留学中に、イエリネックのもとで学んだ影響から、連邦制は対等な国家が形成するものであると考え、ロシア帝国においては、連邦制の構成主体となるような国家は、 存在しないとみなしていた。カデットの1905年時点の公領には、労働組合の自由やスト権の保障、8時間、労働制などが掲げており、数は少ないが、カデット系の労働組合も存在したという。1917年代八回党大会に改正された公領でも、こうした労働者の権利保障は変わらず規定されていた。また、第1国会選挙において、 フェミニストがカデットを支持しており、その選挙運動を支援している。ただし、決闘当初、女性の権利の拡大については党内に温度差があり、中央委員では、シャホフス行為が肯定的であった一方で、ストルーベは否定的であった。ミルコーフも、農村部における反発を懸念し、女性参政権を認めることに消極的であった。しかし、ミルコーフの妻アンナ・ミルコーワや、 女性唯一の党中央委員であったアリアドゥナ、ティルコーワは女性参政権を投稿料に入れることを強く主張し、その結果、第4国会ではカデットは女性参政権の実現を議案として提出している。カデット派の政治家、マクラコフ・カデットは、ロシアの代表的な自由主義政党、自由主義勢力を代表する政党であったとみなされている。 ソビエト憲法史の研究者である、ニーミオサムイチによれば、2月革命において、地主、ブルジョワジー勢力で最も重要な役割を果たしたのもカデットであった。また、カデットは、思想面でもロシア社会に大きな影響を与えた。ソビエト政権下では、教科書ではロシア革命史はボリシェビキを中心として紹介されていたが、しかし、ペレストロイカによって、 この点が見直され、1989年のソ連の初等、中等学校の歴史教科書においては、カデットの役割も詳細に取り上げられるようになったという。複数政党制が復活した1990年には、カデットの精神を引き継ぐことを掲げ、再び立憲民主党イコールカデットを名乗る政党も結成されている。カデットが最終的に敗北した理由については、 次のように考えられている。まず、カデット派の指導者でもあったマクラコフは、亡命後に王子を改装し、カデットの失敗の原因を革命政党との提携という誤ったタクティクスにあると述べた。そして、1906年以後、政府と妥協せず対決する方向に進んだことが、立憲制の崩壊とボリシェビキ政権の到来を招いたと主張したという。この、 マクラコフの考え方の影響を受け、ミハイル・カルポービチラ、欧米の歴史家も、カデットの肥大強制に、その失敗の原因を求めている。こうした評価とは、正反対に、トロツキーは、亡命後の1939年に発表した論文において、ボリシェビズムの立場からカデットを次のように批判している。すなわち、1九百五年の第一次ロシア革命以後、カデットは、 ブルジョア革命の戦闘に立とうとしなかっただけではなく反対にますます革命との対決に自己の歴史的使命を見出していったのだという。政治学者の中村義友も1907年時点でロシアブルジョアジーがもっと断固たる決意と力とを持っていたら第三の道、第二次市民革命の可能性がないわけでもなかったのであるが、この時、 カデット等は政府に見捨てられぬようひたすら忠誠を示そうとのみ努めたために、ついに事故の寿命をも縮めたと述べている。一方、戦術的な問題にとどまらず、カデットにはより構造的、本質的な弱点があったとも考えられている。トローツキーは、ロシア革命史において、1916年時点の主旧派官僚たちのカデット票を紹介している。それは、カデットは、 あまりに弱体であり、カデットの下で責任ない覚醒を実現しても、やがて、ロシア国内で圧倒的多数を占める農民と革命政党の前に敗れるだろうというものだった。そして、カデット敗北の後に来るのは、王朝の滅亡、有産階級に対するポグローム、盗賊の農民であると官僚たちは予測したという。トロツキーはこの官僚たちの評価に同意しつつ、党は、 本質的にブルジョア的であるにもかかわらず、民主的と名乗っていた。著しく自由主義的な地主の党であるのに、高領には土地の強制買い戻しを盛り込んでいたと述べ、カデットを根本的に矛盾した政党だと位置づけている。ニーミーオサムイッチもそもそも当時のロシアでは、中産階級が弱体であり、カデットの主張する自由主義、民主主義を十分に支えられる勢力が、 存在しなかったと述べている。また、当時のロシアは、識字率が極めて低く、そのため、カデット機関紙や、協力的な新聞による宣伝が十分な効果を発揮できず、大衆の支持を得られなかったと、鈴木はじめは指摘している。近現代ロシア史研究者の池田義郎によれば、近代ヨーロッパ流のカデットの理想とロシアの現実との間には大きな隔たりがあり、 カデット自らも、そのことを十分に認識していた。そして、独裁官の設置などの一見すると非民主的な、カデットの計画も、こうした隔たりを埋め、カデットの理想を実現するためのものだったと、池田は論じている。しかし、こうした努力にもかかわらず、最終的に理想と現実の見学を埋めることは、ついに、できず、10月革命においてカデットは敗北したという。 池田義郎は立憲民主党に関する主要な研究所として以下の3冊を挙げている。ありがとうございます。